憲法改正は彼らにとって史上最大の特需になることは間違いありません。憲法改正の国民投票では広告宣伝に対する制限というのはほぼ存在しない、そう考えます。海外では国民投票に関して厳格な広告規制が存在すると、テレビスポット CM は原則禁止、イギリス、フランス、アイルランドでは賛成反対両陣営に、無償の広告放送枠を与える、資金力で力の差が生まれぬよう各党各運動者など公平に放送時間の配分を行うよう法律などで定めているといいます。一方日本では事実上これ無制限なんじゃないか、投票2週間前から呼びかけ CM、 この呼びかけ CM は禁止となっているけれど、一方意見表明 CM となればこれ規制ないんじゃないですかって、無制限にテレビコマーシャル、インターネット広告、人気タレントなどを使って垂れ流し放題になると。他にも番組の枠を買い取って一方の意見に偏った番組を大量に制作することだって可能なんですよね。スポンサーですから誰がこれを後押ししてるんでしょう。まずはメディア、特需として期待されたオリンピックはコロナで水を差されました。憲法改正は彼らにとって史上最大の特需になることは間違いありません。そして圧倒的な広告の量を垂れ流すにはスポンサーが必要。最大の太客が経団連。経団連はこれまでも政治に対し憲法改正を行うよう要望、事実上の命令を行ってきました。国民投票法は2007年に公布、経団連は2005年よりその成立を求めてきただけでなく、憲法改正の発議要件を緩和しろなど具体的に要求してきました。2022年度の広告宣伝費上位20社だけで3兆730億円、このうち16社が経団連加盟企業。憲法改正とは関係ない現在であっても莫大な資金を広告宣伝費に流し込んでいます。少なくとも世界の国々で行われているレベルの厳格なメディア規制がされない限り前に進めてはいけないのが憲法改正。何より30年の経済災害で苦しむ国民や能登半島地震で被災された方々を置き去りにしているポンコツ政治が憲法改正を口にするなど1万光年早いと申し上げ終わります。